前々回事務所移転に伴うビデオテープの整理ということで、テープを知らない世代向けにビデオテープについて解説しました。今回も事務所移転に絡めていろんなものを整理している中で、懐かしいものとかデジタル世代の人は知らないものとかいろいろ出てきたんで、それらを解説したいと思います。この事務所は2000年から2023年、つまり23年間使ったわけなんですけども、映像制作自体は1970年代からやってるわけで、40年以上のいろんなものが詰まっています。こんな項目で見てみます。写真。まずは写真なんですけども、これは一般的な引っ越し整理の時にもよくある話だと思うんですけども、古いアルバムなんかを見出したら懐かしくて作業がなかなか進まないというパターンですね。学生時代の映像制作からフィルム時代を経て、アナログビデオ時代、デジタル時代、ハイビジョン時代、それぞれの現場の写真なんかは懐かしいもんです。一つ気がついたんですけども、ほとんどが横構図で撮ってるんですね。写真なんだから縦でも横でもいいはずなんですけども、動画撮影をやってると横構図が当たり前ということが染み付いてるんでしょうね。写真のネガ。こういった写真なんですけども、基本的にネガは捨てることなく保管していました。ですからこれもかなり場所を取っていて、今回かなり捨てました。そういうことも考えて、必要な写真は数年前からフィルムスキャナーでデータ化してきました。シナリオ。次に制作した作品のシナリオ。最近はシナリオはデータで残すようにしてるんですけども、昔はとにかく紙のシナリオですね。ワープロもなかった時代は手書きのシナリオもありました。こちらは和文タイプライターで打ったシナリオですね。これは当時使っていた和文タイプライターです。これでいろんなシナリオとか企画書を作ったことを思い出しました。そしてシナリオそのものより書き込みが懐かしいですね。昔の方がカット割りも丁寧にしていたように思います。絵コンテ。それから絵コンテもいろいろ出てきました。丁寧に描いたものからアバウトに描いたものいろいろですけども、これを見てもカット割りは丁寧にやっていたのかなと思ってます。レコード。仕事というより趣味の領域かもしれませんけども、レコードですね。たまに聞いたりしてるんですけども、要するに CD を買う金がないんで昔買ったレコードを聞いてるだけの話です。レコードはクラシックが中心なんですけども、私のコレクションとしては現代音楽のレコードが多数あります。現代音楽と言いますと、わけがわからんとか全然心地よくないとか一般的にはそう思われてるわけなんですけども、映像の仕事をやってると、音楽としてというより効果音と言いますか、サウンドデザインと言いますか、そういった意味でいろんな映像を連想させたり、映像を別次元のものに変えたり、そういった効果もあるわけで、そういう意味でいろんな現代音楽を聴いていました。1960年代とか70年代の日本映画を見てみますと、竹光徹とか早坂文夫とか前泉敏郎、林ひかりなんか現代音楽を手掛けた作曲家が多数映画音楽を担当しています。映画パンフレット。映画のパンフレットも基本的には捨てる対象にはしませんでした。いろいろ残っています。ただ映画を見てパンフレットを買っていたというのは高校生の時くらいまでで、その後はパンフレットを買わなくなりましたんで、そんなに数があるわけではないんで、これはそのまま残しておきます。書籍。最近はそれほど本を読むということもないんですけども、古い本はたくさんあります。これも引っ越しとかその都度かなり整理していったんですけども、今回も段ボール2箱分ぐらい処分しました。買取屋さんに頼みましたけど、大した金額にはなりませんでした。こちらは残した本ですね。映画テレビ技術協会の会員だったんで、毎月このような業界雑誌が送られてきました。これも処分してもいいんですけども、結構参考になるような記事もあったりするんで、これはそのまま残しておくことにしました。こちらは映画撮影です。これも残しておきます。でもこれ結構場所を取ってしまいます。ソフトウェア。パソコンのソフトウェアなんですけども、最近はこういったソフトはダウンロード販売ですけども、昔は大きな箱に入れての販売でした。ですのでこの箱は非常に場所を取って困りもんだったわけなんですけども、今回古いソフトに関しては処分することにしました。 3D ソフトとか Apple の動画関係のソフトは本当に大きな箱に入ってましたね。その中で懐かしいソフトがこちらです。
ラディウスのエディット DV というソフトです。これは初めてノンリニアを仕事で使ったソフトなんです。この事務所を立ち上げた2000年にはすでにこれを使っていましたけども、使い始めたのは1990年代後半の頃だと思います。この頃は DV カムが普及し始めた頃で、 DV カムで撮影してこのエディット DV で編集すればフルデジタルで完成させられるということで、仕事でも大いに使いました。ただ撮影はまだアナログのベータカムが多い時代でしたから、その場合アナログからデジタルに変換して編集するというやり方で、アナログとデジタルが混在していた時代ですね。そしてこちらも今となっては珍しいんじゃないかと思うんですけども、フォトショップバージョン 2.5 のインストールディスクです。ディスクといってもフロッピーディスクですね。実はこれ買ったものではなくて、スキャナーを買った時おまけでついていたものなんです。フォトショップはバージョン3からレイヤー機能がつきましたから、このバージョン 2.5 はまだレイヤーのない時代のものということです。レイヤーがないわけですから、一度加工してしまうともうやり直しは効きませんね。現在画像処理の定番ともいえるフォトショップですけども、最初はこうしたおまけレベルのソフトからスタートしたということなんですね。それではデジタル世代の人が見たらこれは何だろうと思うようなものをいくつかありますので見てみましょう。デジタル世代が知らないもの、これは何だかお分かりでしょうか。これはアニメを作る時の必須アイテム、タップです。要するにセルの1期目に使うものなんですけども、セルの上の部分に3つの穴が開いていて、その穴をここにはめ込みます。セルは例えば顔の輪郭、目、口、別々になっているということもありますので、それぞれのセルが決まった位置になるようにこのタップを使っていたというわけなんです。セルも大量にあったんですけども、それはかなり以前に処分しました。今はこのタップが残っている程度です。ただこんなものもう売ってないだろうと思っていたんですけども、ネットで検索するとまだ売ってるんですね。まだセルを使っている人もいるんでしょうか。こちらはテロップカードです。今は画面に文字を入れるときはパソコンの上で全て操作ができますけども、昔はそうはいきませんでした。画面に文字を入れるときはまず写色屋さんに文字を発注して、このように黒字に白文字の写色を作ってもらいます。この大きさは規格があって、これを入れるケースがあって、それをフライングスポットスキャナーという機械に入れ、そこから画面に文字を合成するという方法でテロップを入れていました。もし文字の間違いなんかあったら写色屋さんに頼む時点まで遡って作業しないといけないので大変です。とにかく文字の作業は慎重にやっていました。単なるハサミということなんですけど、実はこれ録音用の 6mm テープの編集用のハサミなんです。よく見るとバスフの刻印がありますから、バスフブランドのハサミということですね。 6mm テープを編集するのは、まずテープの編集箇所をこのハサミで切って、スプライジングテープでつなぐわけなんですけども、普通のハサミを使っても、もしそのハサミが磁気を帯びてたりすると切った部分にノイズが入ってしまうわけです。だから磁化しないようにということで、こうした専用のハサミを使っていたわけなんです。ただ普通のハサミでも随分編集しましたけども、磁気が原因でノイズが出たという経験はありません。このハサミを使うことがどれだけ有効なのかということもよくわからないまま使っていたという感じで、当時こんなハサミがかなりの値段、数千円だったと思いますけども、かなり思い切って買ったものだと思ってます。これはフィルム撮影や編集をやった人ならすぐにわかりますよね。コアと呼ばれるフィルムの巻き芯です。残しておいたものとしてフィルムの編集道具です。こちらは 16mm のスプライサー、ホットスプライサーは 16mm、35mm 兼用です。こちらは 8mm のセメントスプライサー、テープスプライサーもあります。ビューアー、顕弱機、映写機も2台あります。今更こんなもの使うことあるんかいと言われそうですけども、たまにフリーフィルムの補修とか頼まれることがあります。フィルム上映なんかも頼まれることがあるんですけども、フリーフィルムの場合切れたりすることもありますので、補修するためにこういう機材が必要なわけです。まあこんな感じでいろんなものを整理しながら引っ越してるわけなんですけども、引っ越しはタイムカプセルだなとつくづく思っています。